今日から全国で始まった新型コロナワクチンの秋接種。このうち今日だけでおよそ340人の事前予約があった愛知県岡崎市の接種会場では、初日から多くの人が接種を受けていました。ちょっとお店をやってるもんですから、そういう関係ではコロナになるとちょっと困るので、ちょっと安心しましたね。腕が痛いとか、ちょっと頭がフラッとするとかいうのは時々あったけど、せっかく国が無料で打ってくれるっていうのに、打とうかなと思って、うちも打つに来ましたけどね。今日からの接種では、オミクロン株の一種である XBB.1.5 に対応した新しいワクチンが使われ、生後6ヶ月以上で前回の接種から3ヶ月以上経過していれば、誰でも無料で打つことができます。このところ増えている新型コロナの感染者、つい先日家族がなりました。周りが増えてるよっていうのは、病院の先生たちとかいろいろとは話は聞いております。新型コロナが5類に移行され、対策が緩和された5月以降、愛知県では増加傾向が続いています。ワクチン接種について街で聞いてみると、多分打つかもしれない、またマスクとか外してまた増えたと思うんで、それで一応感染防ぐために。私は打たないかもしれないです。副作用がきつくて、前回きつかったんで、頭痛くて熱出てしまって、昨日までは打つのをやめようと思ってたんですけど、今日ニュースでまた新しい変異株用の、その今度ワクチン対応だってテレビでやってたので、ちょっと考えてからまた決めようかなと思ってます。岡崎市では今日から来月15日までの間で用意したおよそ4600人分の接種枠に対し、今のところほぼ半数にあたる2288人が予約をしたということです。高齢の方ですとか、基礎疾患のある方、そういった方々が、まずは打っていただくということを、国としても進められておりますので、打たれる方、あと打つのを控えられる方というところはご本人さんのご判断でということを、情報をしっかり出して検討いただけるようにしているところです。多い人では7回目となる今回のワクチン接種。愛知県全体では今日以降、県内およそ2780の医療機関と22の集団接種会場で来年3月まで行われる予定です。